ンデーバイクバウワイズファクトリー、さあこんばんは、バウワイズ、今宵もバイク好きのゲストをお迎えしてね、楽しいお酒を楽しんでいきたいと思います。そろそろご来店になるんじゃないですかね。いらっしゃいませ、お待ちしておりました。こんばんは。それマスターの方だから。ジェイクの方だから。このネタ分かる人どれぐらいいるんだろう。変なくだりがありましたけどもね、今日のゲストはタワさんでーす。いらっしゃいませ、ようこそ。あ、やりやすい。やりやすいんだかやりにくいんだかなんかありましたっけ。まあいいか。ほら、マスター先日ね。はい。カネゴのツーリングクラブご存知ですか。ちょっと聞いたことないですけど。一応ワイズファクトリー公認ツーリングクラブ、はい、そうなんですね。うちのお仲間さんのカネゴンさんがリーダーシップ取っていただいて、お仲間さんとツーリングやってたクラブを立ち上げたという定期的にね、はい、で、先日っていうか、まあ、昨日か、うん、土曜日、箱根、はい、箱根ね、うん、で僕もね参加するつもりだったんですよ、うんうんうん、っていうかね、箱根行きましょうよって言ってたの僕なんで。ああ、そうなんね。行くつもりだったんだけど、ちょっとね、仕事が立て込んできちゃって、どうにもこうにもならなくなっちゃって、行けなかった。まあ、おじさんたちのやることだからしょうがないです。まあ、でも、何台、もう6台、7台ぐらいかな、まあ、で行ってきてもらって、まあ、天気も良かったんでね、ずいぶん楽しんできてもらって、で、我々主導で、ツーリングクラブやりますからみんなどんどん来てくださいねとかっつってね、ちょっと事故とかがあるとねなかなか怖いんで、まあ、このご時世でね動画の配信なんかやらせてもらってるバイク屋があんまり積極的にね難しいですよ。それはね、なんでなかなかまあいろんな人来てくれるようになって盛り上がっていけばいいかなみたいな気がするんで、ちょっと僕の方でも動画の素材とか写真をねたくさん撮ってきてもらって、はい、データでいただいてるんで、それをね、ちょっと編集して、彼もツーリングクラブ、大人の休日クラブみたいな感じのね、横綱ですか、なんかね、そして、あ、なんかありました、いよいよ来週じゃないですかね、運動会、11月の1日、日曜日、はいはい、はい、これはね、そもそも僕が甥っ子、高校生の俊足自慢の甥っ子を、うん、50メートル走でぶちまかしてやろうっていう、ただ、はい、そこだけの純粋にそこだけで始まったんですけど、まあそれね、いよいよ、まあ、マスターはもうちょっと最近トレーニングしてもらって結構走れるようになってきてるんで、はい、まあ3人三つどもえでちょっと誰が一番足が速いか決めようじゃありませんかみたいなところなんですけど、うちの息子そんなに気乗りはしてないみたいよ。あと勝って当たり前みたいな顔はしてるけど、あとは結局ほらグラウンドもせっかく借りてるから、うんうん、まあ 50m 走1本やっておしまいっていうのもあれなんで、うん、まあちょっと時間あるんで観戦しに行こうかなっていう人がいたらね、遊び来てもらうといいね。まあ皆さんでねキャッチボールやったりとか、まあ、あとはちょっと野球っぽくノックやったりとかね、そんなことしてバドミントンやったりとか解散みたいな感じの会にはしようかなと思ってるんですけど、はい、ただね僕はね非常にマジで走りますんで、はいはい、やっぱりね僕はほら、子供の時からやっぱ足が速いのだけが自慢だったから、そうだったんですか。やっぱりね勉強それほどできるわけじゃないし、家は貧乏だし、もう足が速い、星ヒューマみたいなね、足が速くなかったら何があんのみたいな話のところですよね。まだ運動会になると急に張り切り出すやついるでしょ、うん、まあ、そういうやつでしたから、ああね、そんなね僕のスプリンター人生ね、この最後の1本最後なんね、燃え尽きるつもりで、まあ、私も無理でしょう、もうだって 50m なかなか全力で走る機会ってなかなかなくないか、そうだね、だと思うんですけど、最後のね一本はベストの一本で、これで締めてね、体壊さないように決着つけてね、終わろうかなみたいな、ね、そうですか、感じにしますんで、ワイズファクトリーツイッターやっております。概要欄に貼り付いてますんでね、ハマコタさんの方の、ツイッターの方も概要欄に貼り付いてるのかな、それご覧いただいて、何やってんの？興味ある方覗いてもらえたらいいと思いますよ、はい、そしてね、これもねちょっと今週の動きだったんですけど、うん、僕ね、11月ちょっと頭ぐらいからね、はあ、静岡県のね掛川市の方にね
仕事でちょっと出張に行くんですね。多分2、3週間、まあそんなに長くはないんですけど、もう早速下見では現場行ったんでしょ。あ、行ったんです。でね、これね、掛川って言ったら、あそこですよね。それ、まあ、かなりの内輪ネタにはなりますけど、当然ですね、あそこというと、はい、カフェフィットさん。登ってた。非常にね、うち あの古くから動画を、ね、見ていただいている中村さんで、ね、カフェフィットさんって、まあ、喫茶店をね、掛川でやってらっしゃるんですけど、まあ、非常に応援していただいて、で、まあ、カフェフィットさんに行っていただいて、ね、バイクで行っていただいて、まあ、ワイルドファクトリーの動画見てきましたって言っていただけると、コーヒー頼んだらワッフルもついてくるっていうね、なんか、いまだにね、そのコラボ継続中らしいんですよね。はい、僕一回も伺ったことないんですけど、いつも応援していただいてて。そうなんですよね。で、まあ、何のことはない、ちょっと調べてみたらね、はい、仕事をやるところからね、車で10分15分で行ける。で、ちょっとじゃあ様子ちらっと見に行ったんですよ、ね。はいはいはい、もう結構、うちの仲間さんから行ってる人も結構いて、そうね、僕行ったことないのにお仲間さんツーリングでもね、遊び行っていただいた方が結構いらっしゃるんで、もう行ってみたらすごい外資感で、もうああみたいな。でただね、マスターのところ今金土日しかやってないんです。ああ、なるほど、週末だけの営業。僕がね行ったのは木曜日なんで、はい、当然ね、マスターいらっしゃらなかったんですけど、今日になったら、まあ、出張中に何か機会があればぜひ、ちょっとね、講習据えて、お邪魔しようかなと思って、だから、もうワイズファクトリーが来ちゃいましたって言ってください、はい、僕の代わりにマスターその際はよろしくお世話になります。すいません、浜っ子タワーさんが伺うと思います。そんなところなのかなって、ね、あとね、今日はね、なんかあったんすか、ご報告っちゃあれなんですけど、うん、ちょっと今日はバーに飲みに来るのに、なんかこう嬉しいことがありまして。嬉しいこと、どうしました。これなんですよね、はい、これね、なんかお母さんのボロッチレーシングスーツ、どうしました。僕がこれ、サーキット走る時には着てるカーツナギなんで、ボロいですね、これはね、だデザイン的なもんからとかもね、ちょっと記憶をたどっていくとね、うん、確か1997、8年ぐらいに買ってんのかな、うん、なんか僕はもう現役引退してからなんかミニバイクレースとか遊びで出るのに買ったは買ったんですけど、はいはい、まあなかなかね、50cc のレースとか結構転んだりするんで、いやひどいもんですよこれ、ボロボロのボロボロで、まあ物年代的にも古いもんだしね、もうバンクセンサーも薄くなっちゃって、もうカートコースで使っててもね、結構もう、もうだから最高速があと20キロぐらい速かったらもう裸になって帰ってくるよね。これはね、脱げちゃうよね、嬉しいなと思って。うん、つなぎはね、これまあいずれにしろちょっとサーキットとかそういうところ走るにしてはどんなレベルにしたっても必ずなくちゃいけないもんなんで、うん、ちょっとこのくたびれ方はこれからね、レースに復帰するにあたっても、うん、装備の車検もあるからね、まあ、これ通らないよ、どうにかしなきゃなと思ってて、うん、はい、でね、ちょっとね、奥さんにも話してみたんですけど、買っていいよって、マジですか。そういやだ、まあ、つってもね、ほら、はははは、いろいろあるでしょ、値段もさ、10万円の3点セットみたいな。あ、そう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 、でしかも、まあ、吊るしからセミオーダー、フルオーダーまでございますでしょ、はい、まあ僕がなんとなく考えたのは、ただでも人生最後のレーシングスーツですよ、そうそうそう、人生最後よ、15万ぐらいでなんか、カラーオーダーもして、うん、まあ、18万ぐらいとかなんか、そんぐらいでいけねえかなみたいな、そのイメージなんだけど、はい、まあ、いろいろ話してる中で、うんうん、いやー、まあ俺もこれももう人生最後のって、うん、で、いかに僕がね、大年生に憧れていたかっていうことがとうとうと話して、本当大年生好きだよね。そしたら、まあ、でもね、大年生はね、40万ぐらいするんだよねみたいなさ、話したらさ、買えばいいじゃん。嘘どうせ買うんならそれぐらい、うん、嘘一番いいやつ欲しいやつ買えばいいじゃんみたいなさ、どんなプレゼンした、そんな話なんだけど、まあ、そんな通ったの、まあ、通りましたけど、いや、すごい、おめでとうございます。もうターさんが今までのね、憧れの大年生、まあでも大年生は買わないね、あれどんなリアクションするの。いいよ、大年生はもう夢のままで、だからあれか、奥様からその言葉をいただいただけでもおしっこちびって、俺もう運転しながら泣いてたから、いやそうだよな、いやそうだよな
だからこそ大年数は買わない。あ、分かるわその気持ち。まあっていうか、そう、僕はね、ほらもうそれ大年数にこだわるけども、ちょっとね、あの鈴木カラーのつなぎを作りたいなと。ああ、そんな、そんな引っ張ってってくれる鈴木を。まあ別にもうね、何かしらね、自分が走ることで意味を見出すとしたら、もう鈴木推ししかないでしょ、もう。いやー、ありがたいな。なんでね、ほら、今ね、MotoGP の子なんか、みんな真っ青のつなぎ着てる。そうだね、うん。なんかあんな感じのイメージのやつをちょっと。あれ、なんか、どっか、アレス大使かなんかで写真持ってて、これと同じの作ってくれっつって、とかね、オーダーで、まあ言った希望通りに作ってくれるメーカーさんっていうのはあ、まあ、あるので、20万ぐらいで作ってくれるんじゃないの、なんかそんな感じのイメージかな、まあ、これもしかして関係区画位ね、なんか手挙げてくれるところいたらお話持ってきたいですけど、もちろん提供してくださいっていう話じゃないですよ。お話いただけたらターさんが直々に言ってか採寸してもらってまあ、これ、面白いな。多分皆さん大ネーゼ変えようっておっしゃると思うんですよ。大ネーゼ串谷は確かに憧れなんだけど、でもそこまでいらないかな、やっぱり。それよりも鈴木だね、まあ、なんていうか、そのブランドよりも自分の思い通りのものを作るためにそっちに予算を持っていきたいという、そんな感じ。いや、いいな、憧れちゃうな。なんかその夫婦関係に乾杯こっそりおまけにギアショックも買っちゃおかないで、つなぎ少し足を。要するにだから大レースを買わないのはそっちに予算を振るためのちょっと足をしておい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 、いやそれなんか大レースの領収書もらってきて、なんか変な領収書じゃないのそれ、多分それインチキじゃないのそれ、大丈夫。あ、そうか、だからもうまとめてあれか、レーシングスーツと、ちょっと懸案事項になってましたギアショックの方の問題は ね、なるほどなるほど。やっぱりディグアウトスペシャルのリアショックの方がダンパーの問題なんかもあってね、いかに神業で作ってもらったディグアウトスペシャルもノーマルベースだとちょっと不具合が出てきましたね。あれ、じゃあ、まあ、ノーマルでなんとかしてごまかせるのはもうあれぐらいで限界かな。ここから先はまあターさんもね、ちょっと社外のリアショックで、まあティグアートさんも言ってたしね、ここからセットアップしていくのはノーマルのダンパーでは難しいということありましたので。まあそうですか、ちょっと先がでもね見えてきましたね。そんな感じなんで、まあ今ねバイクも多いから、まあ、ちょっとやっぱ青いつなぎ入るでしょ。なるほど、ちょっと先にね一本抜きに出てターさんに行かれた感がありますけども、いやとてもなんか いい話っていうか、なんか俺の思ってる展開と違ってきたな。まあいい話なんでこれ全部カットですこれはアップしませんこれはちょっと俺が今うっすら来ちゃったよね今。そっかーって、よかったっすね。ねえ、いや頑張ってやってみるもんだ ね、何事も。いや、ね、今後もちょっとだから応援してくれるお仲間さんなんかいたら面白い動画は撮ってきますよ、ぜひ。そんなにね、だから僕はね自分自身そんなにね一生懸命走れるつもりはなかったんでね、うん、実はね、うん、マスターの走ってるところ動画で収めるためにとか、まあさっき足してみたいなっていうお仲間さんがいれば、うん、ちょっと先導するためになんかバイクいるなぐらいの感じで JSXR を買ったんだけども、まあやっぱ走ってみるとね、うずきましたか。面白いんでね、やっぱりね、もうちょっと先あるなみたいな感じがあって、行けるとこまで行きたいね。いいじゃん、もうね、でも何ぼ言っても僕らも年齢考えるともう最後の最後なんでね、いいじゃん、もう無理せず目指せ、俺史上最速の俺っていうね、いいんじゃないですか。別に敵は己の中にだけおるということですよ。いやー、いい話だったなー、これは嬉しい話でした。なんかバーワイズいい話になっちゃったなこんな感じじゃなかったはずなんだけどでした、最後の復帰、これね、最後ちょっと来年からはピカピカのつなぎで走る。いいなー、羨ましいなー、ええ話だったなー。だなー、まあ結果今日、ええ話でした。はい、はい、
いや、バーワイズ、今日ね、ええ話だったな。じゃあね、こんな感じで活動やっていきたいと思いますんで、今日はどうもありがとうございます。今日のお支払いは、ペイペイで、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。いや、いい話だったな。